おはようございます。 FX の相場解説速稼場の久保でございます。今日は1月7日ですね。すみません、1月7日木曜日の相場解説になります。じゃあ早速画面を切り替えてデイリーの方から見ていこうかなというところですね。まあずっとセルでいけばいいよというふうに申し上げてましたんで、またセルでいくんですけども、ちょうどね寝てる間に、高騰していって赤い線がギューッと上がってきましたよね。で、このデイリーの赤い線、陽線なんですけども、上髭を大きく出してるじゃないですか。ということは陽線の中でもこれね、下への圧力、売りへの圧力が大きい陽線だと思いますので、やっぱり継続して売りでいけばいいんじゃないかなというところでございます。これですよね。移動平均線も下の方にますます広がっております、ね、右肩下がりのもう完全なトレンドですからね。もうとりあえず売りでいけば間違いはないと。売りで行って含み損を抱えたらさらにほっとくという形でね、行けばいいんじゃないですかね。まあロスカットラインは間違いないようにしてくださいね。はい、それではこれが4時間なんですけども、こういうふうな形になってますね。上がってきてドーンと突き上げて波動を考えていくと、こっからね、この上髭出てますよね。だからこれがちょっと短いんですけども、こっからなんでしょうね、きっとね。こっからぐっと下がるというところで、この安値を切り下げていくというふうに考えられますから、こっから強気で売りに入っていくのはありえるなと思いますよね。4時間、まあ私が売買するのは1時間なんで、1時間をよく見てみるんですけども、ちょっと波動はまだね扱いきれてないんで、今回は波動で説明するのはやめときますけども、結局ここでしょう。まず一つ目はこの辺りのゾーンで反転する見込みではあったんですよね。ちょっと行き過ぎましたけどもね。で急速にだから売りが入って調整戻してるわけなんですよ。でこちらの反転には特にゾーンが関わってるわけではなくて、こちらのゾーンをね突き抜けて、それが急速に逆回転してたってところなんですよね。まあ、1時間のところなんですけども、ちょっとね今日30分見てみたいんですよ。15分はこうちょっと波動をね考えていくと、1でしょ、2でしょ、3、4、5、6、7、まあちょっとまだ扱いきれないですね、波動はね。やめときましょう。ちょっともうしばらく波動を扱うのに時間ください。エリオット波動って結局ね、私理解がすごく難しくて未だにできてないんですよね。まあ、ですんで、このエリオット波動なり別の波動の計算、5波とか7波っていうのが理解できると、さらにね、私の相場解説が際立つと思うんですけどもね。じゃあ15分はやっぱりやめときましょう。改めてちょっと1時間の方で解説していきます。この1時間の解説ってのは、もう普段通り行くと大きな流れで右下にこうやって右肩下がりなわけじゃないですか。で突発的に、上昇したわけなんですけども、その分買われすぎという現象が起きてね、やっぱり同じ数だけ売られたわけなんですよ。ということで、元に戻ってトレンドに入るわけなんで、本当はねこっから売りに入れればよかったんですけども、まあ寝てましたんで、まあ、今からでも売りに入ろうかなと思いますよね。で考えるべき売りはこの辺りのゾーンっていうのははっきりしてるんですけども、このゾーンを超えて下の方にいますんで、万が一ねこれが上昇しても今度はもう売りが済んじゃってるんで、こっからまた N の波動で跳ね返るかなっていう形で相場解説ができます。まあ、これが第一予測ですね。第二予測ではそのまま下がっていってこちらを割っていくということで、安値が切り下がるのかなと思ってますよね。まあそんなところですかね。だから売りで取っていこうかと思います。はい、最近はね暗号通貨の市場もかなり離れていますんで、元通りね両方とも見ながらだと思いますけども、暗号通貨はいいですね。特に売買をするわけじゃなくて、買って放っておく、そして放っておく期間が長いってだけなんですよ。 FX は私1時間で見てますけども、やっぱりね売買が盛んなんで、ですんでね、細かい値動きの中でしっかりと利益を取るために毎日エントリーと決済を繰り返すって感じですかね。暗号通貨はねやっぱりね数週間とか、で長い時には数ヶ月数年置いとくっていう形になりますんで、 ADA なんていうのはねプレセールで買ったっきり今まで一度も手をつけてないって形になりますんで、もう上がりっぱなしですよね。
XRP もだから一昨年かな購入してほったらかしということですし、ビットコインは今年の去年のじゃあ2019年の10月ぐらいにいろいろと買ってたのかな。で2020年の1月ぐらいまでは100万円突破するまで買いましょうねって言って一緒に買った方が、まあ、今ね、同じコミュニティにいると、コミュニティというか私が作ったねあのマントゥマンコミュニティをいくつか運営してるわけなんですけども、よかったでしょ、その方も見てると思いますけども当時100万円投じていただいて今どうですかね、200万ほど増えたでしょ、うん、それはね結果論なんですけども、まあ倍ぐらいにはなるんじゃないかなっていうのはテクニカルで見えたわけなんですよ。ちょっとテクニカル以上の結果出ましたけどね、ビットコインは。 XRP につきましては私はあんまりお勧めしなかったんですよ。 XRP はねだからある人が購入してるノアコインみたいな、スピンドルみたいな、なんかね信用通貨なんですよね。信用通貨って言葉を勝手に作りましたけども、この通貨を応援したいから買うみたいな感じで、まあ特にね値上がりするかどうかってことはあんまり期待しなかったんですよ。で信じてる上に値上がりしてほしいのはADAなんですけどね、まあここに来て新しいアルトコインがかなり目立ってきましたんで、どうやら下克上が起きるんじゃないかなというふうに思ってます。そしてメインの通貨の中でも消えるコインっていうのがねだいぶ出てくるんじゃないかなと思うんですよ。ちょっとその辺も用心しながら見ていこうと思います。それでは、いってらっしゃい。